ばんは、あいかです。今日は新しく購入したこちらのアルティザン&アーティストのポーチをご紹介していきたいと思います。このポーチは新宿伊勢丹の方で購入したんですけれども、主な使用方法として、旅行ですね、泊まりがけでどこかに行くときにメイク道具を入れるポーチとして購入しました。今まで旅行の時に使っていたメイクポーチなんですけれども、こちらですね。パッキング動画にも出てきたかなり年代物のキャスキットソンのポーチになります。で、これがね、サイズもね、そのポケットの数とかブラシホルダーの数とかですね、すごく使いやすくって、なかなかこれに変わるものがなくって、ずっとこれ使ってました。ちょっと汚れてきたりとか、中の布のところがちょっとほつれてきたりしていたので、もういい加減に変えないといけないなと思ってずっと探していました。でもこれの収納力に勝るものがなかなかなかったんですけれども、今回この見つけたポーチはかなり理想的だったので、今日はですね、こちらのポーチを紹介しながら実際に旅行に持っていくものがね、これに入るのか詰めていきたいと思います。購入したものの、あれ以来ね、旅行とかに特に行ってないので、まだ実は使ってないんですよね。なのでこれに入るのかどうかはまだ未知です。今ですね、このキャスキットソンの方に私が旅行に大体持っていく量のコスメを詰めています。で、アイシャドウもパレットにしたりとか、ブラシもできるだけ数を減らしているんですけれども、大体ね、何泊してもこれくらいは咲いているかなっていう量で入れているので、これが入るかを確認していきます。なんですけれども、形はいくつかあったんですが、私がチェックした時はこの形はですね、この柄のみでした。でもね、この黒色で汚れが目立ちにくそうなので、この生地自体も結構気に入っています。ダブルファスナーになっていて、ここに持ち手がついています。マチの太さもこれくらいです。手前を開けるとこんな感じになっています。ここにブラシホルダーがあって、粉飛びしないようにこうカバーがですねついていて、この下にリップ類などをさせるようになっています。で、こちらもちっちゃいポケットがついているので、こまごましたものを入れそうです。反対側はですね、こちら大きめのポケットに、隣にですね、またリップが入れれそうなぐらいのサイズのポケットがついています。こちらは透明の、この前面のポケットになっているので、結構幅の広いものなんかも入れれるようになっています。後ろのファスナーはこの底のところまで来るので、こんな感じで結構開くんですけれども、手前はファスナーがこの下5センチぐらいまでいかないので、全開にしてもこれくらいしか開かないようになっています。じゃあここにですね、私が旅行に持っていくアイテムを少し紹介しながら詰めていきたいと思います。入れながらどこに入れるのがベストポジションなのかもちょっと探っていきたいんですけれども、まずブラシですね、ここに入れていきたいと思います。まずこれシェーディングブラシと、あとこちらはですね、エトモスのパウダーファンデ用のブラシなんですが、私は旅行に行った時のチークブラシとして使っています。こんな感じ、マックのファンデーションブラシです。はい、ここに太いブラシを収納したので、短いブラシはこちらに立てて入れたいと思います。アイブロウ系が2本と、ブレンディングブラシ、アイシャドウブラシ、下まぶた用の玉毛のブラシ、締め色用の尖りブラシ、からノーズシャドウ用に使っているアイシャドウブラシ、あと立てて入れるものとしてアイブロウペンシル、リキッドアイライナーとマスカラです。これね、ちょっとまずいかも。ここに立てらして入れようかと思ったんですけど、毛先ギリギリなんですよね。これちょっと当たるかもしれない。ちょっと変えてみました。こちらのブラシホルダーはもう長さを優先して入れて、こちらにエトボスのブラシを入れました。これだったらギリギリ入りそうです。あとアイシャドウパレットですね、だいたいこれ旅行にいつも持って行ってる、あのアディクションの6色ね、自分で選んだパレットです。もう1個アイシャドウ持っていくとしたら、やっぱり、ね、使い勝手がいいので、ディオールの3個1つは入れると思います。それからチークですね、このトムフォードとマックといろんな形状のものを入れようと思ったので、とりあえずこの2つを選んでみました。とファンデーションはこちらのパウダータイプと、あとハイライトとシェーディングです。ノーズシャドウに使っているシングルアイシャドウと、アイシャドウベースも旅行に行くときは小さいものを持っていくので、キャンメイクのものを入れておきます。なんかちょっともうすでにパンパンな気がして不吉な予感がします。アイブロウマネキュアです。いつも使っているコンシーラー、アイブロウパウダーも小さいアディクションのやつを入れます。下地はこのチューブタイプ入れておきます。リップを2本ぐらい入れておきたいと思います。
ポンジですね。こちらはいつもティッシュに包んで持っていくようにしています。なんかこんな感じでいつもティッシュに包んでいます。とビューラーですね、一応今入れたんですけれども、こんな感じです。これね、ちょっと配置考えないと閉まらなさそうです。で、一つ思ったのが、このブラシホルダーの下にこう立てらせれるリップ入れがあるんですけれども、ブラシの軸とこの下ね、リップこれ当たっちゃうんですよね、ここで。なのでトム様のリップみたいに長いやつだとここには入らないですね。ボーイズみたいに短いやつだったら入ると思います。なので今回はこのブラシの毛先が先端まで来ていないので、こっち側の下のポケットにリップを入れます。ちょっと配置替えしたのでファスナー閉めてみます。はい、ファスナー閉まりました。これね、入れてみて思ったんですけれども、容量的には全然問題ないんですよ。で、これと比べると幅が同じぐらいで、若干高さがこのキャスキットソンの方が高さがあるんですけれども、間違いですね、この新しいポーチの方がだいぶあるんですよね。まあ今これこちらが空っぽなんでちょっと潰れてますけど、その分を差し引いてもこちらの方がだいぶ間違いがあるんです。なので収納能力としてはそんなに変わらないはずなんですが、この上の部分はね余裕あるんですけれども、ブラシ類の収納がちょっとね足りないかなと思いました。この高さですよね、このキャスキットソンの方が背が高いんですよね。トラベル用のブラシが立てて入れれたんですよ。でそれがこちらはブラシホルダーも横になってますし、この縦に入れるとトラベル用でも結構ギリギリになるので、立てらして入れるブラシを結構選ばないといけないんですよね。横向きにここにさせるブラシっていうのは結構本数が限られてくるので、横を言えばこっち全面がこのブラシホルダーだったらもっとね収納しやすかったかなと思います。この一面がポケットになっているこの透明のところですね、ここにちょっと立てらして入れられないこういうスティック状のものですね、これをここに横に寝かして入れるっていうのをやればもう少し収納しやすいかなと思いました。今ちょっと入れてみたんですけれども、ここにですねマスカラとペンシルアイブロウとアイライナーを入れてみました。ここに長細いやつを入れると、ちょっと収納しやすくなりました。やっぱ気になるのここですよね、この今ブラシ立ててるとこ、ここがもうファスナーギリギリなので、まあ、閉めた時にこの毛を噛んでしまうことはなかったんですけれども、開閉のたびにこう気を使わないといけないのがちょっとめんどくさいので、これね、持っていくブラシを変えるか配置をもう少し考えるかしないといけないなっていう気がしました。今これがギリギリなんですけれども、博報堂のこのアイブロウブラシですね、これぐらいだったら入るので、このサイズぐらいのブラシをお持ちの方だったら、このブラシホルダーじゃない側面のちょっと太めのホルダーですね、そちらに立てて入れるのでもいけると思います。なのでトラベル用じゃなくて長いブラシですね、あれのをメインに使われている方は多分ね、ここだけじゃ収まりきらないので、このポーチだけだったらちょっと困るかなと思います。ブラシ専用のねポーチを持っていたら問題ないんですけれども、私みたいにブラシもコスメと一緒に入れてしまいたいっていう方はね、このブラシホルダーって結構重要だと思うんですけれども、はい、今回ねちょっと頑張って入れた感じではこういう仕上がりになりました。まあ、これねちょっといろいろ入れ方を研究して、次のパッキングの動画撮るときなんかはもう少しね綺麗に収納できるようにしておきたいなと思います。なんですけれども、まだ側面のポケットとかが結構空いてるので、例えばもう1泊2日とかでベースメイクをですね、こういったサンプルサイズのものを持っていくっていうときはポケットがねいっぱいあるので、バラバラせずに収納できるかなと思います。まあ、今回のねポーチ入れてみただけの感想なんですけれども、今までこう使い慣れていた分ね、こっちの方が収納しやすいなっていう気がしないでもないんですけれども、これもね慣れていったら収納しやすくなる可能性はありますし、容量の面では全然問題ないなと思いました。まあ、あとアイシャドウパレットとチーク一つずつぐらいは余裕で入りますし、細かいシングルアイシャドウサイズのものであればかなりねこの上の部分に隙間があるので、もっと入れていけるなっていう印象です。まあ、間違いある分ね、ビューラーみたいに幅取るものとかは全然余裕で入れれるので、ファスナーが2つに分かれている割には、この厚みのあるものは十分収納できるかなと思います。ね、入れた後結構変形しちゃってますけれども、はい、こんな感じで全て写すことができました。
ちょっと奮発して買ったので、これからこのポーチと同じくらいになると10年近くですね、これ使っていくことになると思うので、スッキリ収まる配置なんかを研究しながら活用していきたいと思います。というわけで今回はアルティザン&アーティストのメイクポーチのご紹介でした。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。